は、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしておりますさてさて今回も楽しく日本史を学びましょう現在は鎌倉時代について見てお,見ておりますまずは元平の戦いということで、えー、まずは概要平安時代末期の概要についてお話ししましたが まだ平安時代の末期続きます平野清盛の政治です一体どういうことでそうなったのでしょうかはい1156年天皇家や藤原氏の後継について双方が武力団を味方に武士団を味方につけて争いましたこれを方言の乱と言います この争いで武士が中央の政治に関わるようになり、1160年、4年後には兵士の平清盛が現氏で最も有力だった源頼朝を倒して政権を取りました。平治の乱です。それ以降、天皇や貴族から政治の実権は武士が握るようになりました。 清盛の一族である平氏。これは清盛の一族の場合は平家とも呼ばれます。平の家と書いて平家とも呼ばれます。平氏はもともと瀬戸内海の海賊を取り締まることで朝廷や上皇の信頼を得てきたということから瀬戸内海沿岸や九州といった西日本に勢力を持っていました。清盛は 海の神を祀っている厳島神社を敬いました。厳島神社は広島県にあります。清盛は厳島神社の神を兵士一族が祀るべき氏神としました。清盛が北部九州を治め、瀬戸内海を安全に航行できるようになったので、 唐の後に中国を統一した宋との間の貿易が盛んになりました。これを日宋貿易と言います。そして、えー、平治の乱から7年後の1167年には、平清盛は武士として初めて太政大臣という特別職につき、 これは、左大臣よりも上の位。まあ、最高位となります。はい。常説、あ、じゃ常設じゃないですね。ええー、まあ、そうですね。あのー、まあ、官位の中では最も高い位となります。ええー、娘を天皇の妃に、そしてその子を天皇、安徳天皇にし、 まるで藤原家の石棺政治のようなことをやったわけですね。兵士の一族者ばかりを朝廷の重要な役に付けるなど、あ、ここに書いてありますね。道長の頃の藤原氏と同じような政治をしました。これを清盛の弟平の時忠は平家にあらず、ま、人にあらず。つまり、 平家のものでなければ人で,な人ではないと言って誇ったとも伝えられます。一方で、貴族や他の武士団の利益を返り身だったことから、他の武士団の反発を招き、各地で反乱が起きました。1180年には、義友の子で、 伊豆に流されていた源頼朝が鎌倉、現在の神奈川県鎌倉市を拠点として、関東の武士団をまとめて兵を挙げ、西、つまり京都に向かって兵を進めました。はい、清盛の政治、藤原氏と全く変わらない。 何かを期待して,ていた、期待していたもたちにとってはもう残念でならないと言ったことで反乱が起きたわけですね。さてここからいよいよ元兵の戦いへと入ってまいるのですが、今回はお時間がありません。 原平の戦いについては次回お話ししたいと思います。それでは今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いいたしましょう。さようなら。